秋明奈です、今日はですねこちら、バッファローのね外付け SSD、USB 3.1 原通対応ですね、かなり高速のタイプになるんですけど、こちらの方のね、レビューの方をしていこうと思います。我が家にはですねこのバッファローと IO データだけは信じるなっていう家訓が実はあってですね、まあその2社もですね結構いい製品多く出してもらってるんですけど、まあたまにですね買ったのはいいけど使ってみて全く役に立たない製品とかですね、そういったものも中には混じっています。でまあこれね事前に調査した時にですねかなりね評価の方が高かったんですよね。まあそういうこともあってですね、まあ一度これを購入して、まあ実際に使えるかどうかね、その辺の検証をしていきたいというふうに思います。まあ最近ね、私の動画の方ね、非常にモノブログネタが多かったんですけど、まあこういったね、デバイスっていうか、まあガジェット系のものもね、レビューの方とかも、まあ機会があればね、していきたいと思いますんで、もしね、こういったの、好きな方とかね、気になる方はですね、私の方、チャンネル登録の方していただいて、もしよかったらね、高評価の方いただけると、私の励みになりますんで、その辺ご協力の方よろしくお願いしたいと思います。じゃあね、動画の方進めていきたいと思いますんで、この先見てあげてください。では、どうぞ。じゃあね、開封の方していこうと思います。これね箱のさ外側にシリアルナンバーいきなり貼ってあるんだよね。これ大丈夫なのかな。結構ねこういうの心配で気にする方なんですけど、ね、ちょっとねこういうのって心配ならないです。皆さんはい。でまあこんな感じですかね。で、段ボールを開けると、説明書が2つですね。これね、プレステ4にも付くんですよね。プレステ4の方がね、USB 3.1 だったかな？ちょっとその辺ね、後で調べて、載せておきますけど、まあ、これね、プレステ4の USB 端子に挿してですね、で、こっちの中にゲームの方をダウンロードしていくと、かなりね、サクサク動くらしいんで、まあそういった使い方もね、一つ面白いのかなというふうに思います。で、楽々セットアップシート。まあ最近ね、こういったものは全部 PDF でね、ダウンロードしてそちらで見るようにしてるんですけど、一応ね、紙媒体でもついてきますね。で、もちろんこちら、Windows も Mac も、両方とも使用が可能です。まあこちらの方はね、まあ折って見ていくとして、あと付属品としてですね、こちらケーブルが2本ですね。こちらが、両端が USB、USB-C ですねの端子になっているもので、でこちらが、片側が USB-C の、でもう片側が USB-A ですね端子のものになっているものの、2つがついてきます。この辺非常にね。しっかり気が利いてるなというふうに思いますね。で、本体の方、開封していきます。はい、こんな感じですね。まあなんかね思ってた以上に、うん、軽くて、まあ、大きさはまあこれぐらいかなっていう気はするんですけど、ちょっとね、以前使ってた USB メモリーの、まあ、二回りから三回りぐらい大きい感じがしますね。で、端っこの方に、USB-C の端子がついていて、で、それでね、こういうケーブルを使って、パソコンや iPad、iPad Pro とかですね、そちらの方と接続ができるようです。で、これそのものがですね、まあ、ミルスペックの、
耐震性能を持っていて、まあまあ落としはしないですけどね、まあ落下させたとしても、まあその衝撃に耐えるというような構造をとっているようです。確かにね、これ普通に、M.2 とかの SSD が入ってると思うんですけど、それにしてはね、厚みがしっかりあるんで、多分ね、そういう緩衝材的なものもね、内部に入ってるんじゃないかなっていうふうに思いました。で、両側がね、プラスチックなんで、この辺ね、こっちから落とすと、これプラスチックだと思うんだけどな、なし目だからね、少しわかりにくいんですけど、両側は多分プラスチックで、まあそこから落としてね、割れないのかなっていう気も、まあそういう荒探しみたいなことはちょっとね、やめときましょう。はい、一応ね、ボディは金属製なんでね、かなり放熱性も高いんじゃないかなっていうふうに思います。じゃあね、こちらの方、PC につないでね、実際にデータの、読み書きをしてみてね、どれぐらい熱を持つのかとか、あとスピードですね、その辺の検証の方をしていこうと思います。はい、こんな感じでね、 USB-C に挿したところね、すぐドライブとして認識されました。SSD-PHU3A という感じでね、フォルダを中身として見えます。まあ、この中にはね、その先ほど言ったようなマニュアルとかですね、その他もろもろのソフトがですね、ダウンロードできる、サイトへのショートカットが入ってます。なぜかちょっとエグゼになってるんでね、ちょっとよくわかんないところもあるんですけど、まあこれでね、一応マニュアルであるとかですね、ソフトウェア系、ダウンロードして使いたい方は、使ってもいいんじゃないかなっていうふうに思います。それ以外はね、接続の補足説明とかね、そういった類のものが中に入ってるんで、もしね、この使い方がわからないなっていう方は、こちらの方を参照してみてください。ちょっと気になってなんですけど、こいつですね、こいつの、まあ、プロパティ、中身の方を見てみましょう。ファイルシステムはですね、いきなりなんですけど、NTFS になってますね。普通、まあ、ちょっとね、まあ、普通っていうかね、EXFAT を使ってるのかなと思ってたんですけど、NTFS なんでね、まあ、これを、まあ、再フォーマットして、まあ、NTFS から、まあ、その EXFAT の方に、変えてもいいんですけど、まあ、とりあえずね、まあ、初期テストっていうことなんで、この NTFS のままテストの方をしてみこうと思います。はい、今ね、これで測定の方終了しました。シーケンシャルの方ね、リードの方で、1067MBps。で、ライトの方でね、1044.8MBps。もうカタログ値以上のね、値が出てますね。まあ、下ろしてばっかりなんでね、まあ、これぐらいの数字は、まあ、出るのかなとは思ってたんですけど、まあ、実際にね、この1000を超えてくるっていう値がね、しっかり出てくるとは、まではちょっと思わなかったんでね、かなり成績としては、いい成績出たんじゃないかなっていうふうには思います。はい、もう一度ね、今度 4GB に、まあちょっとね、テストの量増やしてですね、で、それでまあ、テストの方を走らせてみました。シーケンシャルでね、数字ほぼ変わらないですね。リードの方でね、1061.87。で、ライトの方でね、1046.11。まあ、両方ともね、1000以上の、結果が出てるんで、こういう上の、まあ1000を超えるぐらいのね、まあカタログ値通りのスペックで動いてるっていうのが、これで証明されました。で、まあ気になったのはですね、こちらの動作温度の方ですね、現在46度です。まあね、ネット上でもね、これよく出てたんですけど、かなり熱くなるというようなね、評価出てたんですが、まあこの PC ね、実は他にもね、SSD2 枚積んでて、まあ両方ともサムスンの SSD なんですけど、まあこれね、両方とも今47度と41度という感じでね、まあ40度オーバー、まあ、SSD にまあ電気走らせればまあ大体これぐらいのね、温度には上がってくるんでね、ほぼほぼ正常の値じゃないかなっていうふうに私は思います。はい、今度はですね、今まで USB-C の方でね、パソコンとつないでたんですけど、ケーブルを変えてですね、USB-A、USB3.0 でね、接続の方をして、でテストの方をしてみました。結果としてね、シーケンシャルでリードの方が 459.74、ライトの方がね、465.74 と、
まあ先ほどね USB-C で実験した時のはまあ半分ちょっと下回るぐらいかなっていうような値まで速度の方は低下しました。まあただねまあこれぐらい出てれば十分かなっていう気もしないでもないんでね、そのちょっと古いね PC とかだと USB-C 端子がついてない場合もあるんでね、でそういった場合にまあどれぐらいの速度が出るかなっていうやつのまあ目安にしていただければいいかと思います。はい、今ね、バッファローのホームページの方からね、こちらデスクフォーマッター2の方をダウンロードしてきました。で、インストールした後なんですけど、でそれでね今 SSD、この外付け SSD の方を、接続して、で今ねこの NTFS、まあ、Windows で使用するっていう形になってるんですけど、こちらをですねこの EXPAD、Windows と Mac で使用するっていうねドライブの方に変更していこうと思います。でまあ、ドライブ名はね、まあ、お好きにつけていただいてもいいかなというふうに思うんですけど、まあ、私はとりあえず今回は、同じ名称で、そのままいけるように、フォーマットの方をかけていきます。はい。まあ、これはね、今使っているのが Windows 10なんで、まあ、基本的にその Windows の方でね、フォーマットしてもいいんですけど、一応ね今回念のために、バッファローのホームページの方から、こちらフォーマッター2の方をね、ダウンロードしてきました。はい、でねプロパティの方を確認してみると、こちらですねファイルシステムが、EXPAD の方に変更されています。ではね、こちらの方で、iPad Pro の方に接続したりですね、先ほどの速度の方がどうなっていくの、どうなっているのかっていうのを検証していこうと思います。はい、今これでテストの方が完了しました。先ほどね、EXPAD に再フォーマットし直してから、テストの方をかけてみました。シーケンシャルの方の値はね、レイドの方が 1057.13、ね、ライドの方が 1018.16、 ほとんど変わらないですね。まあ、これぐらいの数字の値が出ていれば、まあ、全然問題ないんじゃないかなというふうに思います。最初にフォーマットさえしておけばね、今後その Windows だけじゃなくて、ね、Mac や、まあ、iPad とかねそれこそ iPhone とかでも使えるんで、なんでできればね、購入してから一番最初に、このフォーマッター2の方、ダウンロードしてきてですね、でそれで EXPAD の方に、再フォーマットすることをお勧めいたします。はい、今ね見ていただいているのは、私のパソコンの中に入ってるね、サムスンの SSD 970 EVO PLUS っていうね、SSD なんですけど、こちらの方のね、同じようにテストの方をしてみました。これねリードの方で 3526.33 でレイドの方でね、3240.73、今回ね、テストした外付け SSD の約、まあ、3.2 倍から、まあ、3.5 倍ぐらいの速度が出ています。今ね、これ、外付け SSD の規格の方なんですけど、USB 3.1 原通と呼ばれる、規格の方を使用しています。これがですね、今後、まあ、USB 3.2 っていうものに、変わっていって、次ですね、USB 4.0 というものに変わっていきます。大体ね、この USB 3.2 でね、この今のこの規格、1000MBps、まあ、1秒間にね、1000MB、まあ、約1ギガですね、が、高速転送できるよっていうのに対して、まあ、それが2000になってね、で次 USB 4.0 で4000になるというような規格なんですが、今のところね、内蔵した状態でも、まあ、3500ぐらいしか出ないことを考えていくと、まあ、しばらくちょっとこの辺りで、速度的には頭打ちをしてくるんじゃないかなっていうふうに、予測の方をしています。ただね、USB 4.0 っていうのがね、まあ、一般的に出回ってくる頃にはですね、こちらの SSD の速度の方もねもう少し上がってる可能性があるんで、その時にはね、ちゃんと USB 4.0 の規格をねフルに使ったような、そういった、外付け SSD が、出てくる可能性があるよっていうようなお話でした。これね、今、購入した時の状態のままなんで、ファイル形式がね、NTFS のままです。
このままね、これ iPad Pro の2018年モデルなんですけど、こちらの方ね、挿してみますけど、全く反応してきません。そうですね、ファイルっていうアプリにもですね、反応がないんで、そうですね、項目として出てこないですね。なんで NTFS の状態では、こういうね、iPad Pro とかでは、反応しないようです。じゃあね、これ今から、EXFAT の方にね、フォーマットの方をかけていこうと思います。先ほどね、こちらの方、バッファローのね、フォーマッター2の方で、こちら EXFAT の方に、再フォーマットの方をしました。じゃあこれをね、接続していこうと思います。はい、そうするとですね、ちょっと見えにくいんですけど、一応認識の方されましたね。SSD-PHU3-A ということで、一応ファイルの方が見れるようになりました。ただね、ちょっと中身を入れてないんで、今、それがね、再生できるかどうかっていうのを確認できないんですけど、私の方でやっておこうと思います。一応ね、はい。動作テストの方は以上となります。やはりですね、カタログ値と同じぐらいのね、値が出てきたっていうことは、まあ、非常に良かったんじゃないかなっていうふうに思いました。あれだけ速度が出ててね、で、まあ、これぐらいのサイズで 1TB っていうね容量を、まあ、携帯できるっていうことがね、本当に非常に革命的なんじゃないかなっていうふうに感じました。まあ、今後ね、まあ、どんどん、先ほども言いました USB4.0 とかにね、なっていくでしょうし、容量的にもね、まあ、だんだん 2TB、3TB、4TB、8TB とかね、まあ、そういった大型の SSD も出てくるんでしょうから、まあ、その辺ね、今後期待していきたいと思います。で、これのね、運用について、少しお話の方をさせてもらおうと思います。こちらね、最初、言った通りですね、バッファローのサイトの方からですね、セキュアロックモバイル2というソフトがダウンロードできます。これを使うことによってですね、まあ、こう内部にあるファイルを暗号化してですね、他の人が、まあ、例えばこれを拾ったとしてもこう中身を、開くことができない、見ることができない、状態にすることができます。ただですね、そちらのソフトが Windows のみの対応となっていてですね、Mac や、まあ、先ほどの iPad とかですね、では使用することができません。と、いう観点からですね、私の使い方としては、まあ、iPad の方にね、データを移したりすることもあるんで、基本的にはこのセキュアロックモバイル2の方は使用をお勧めいたしません。じゃあね、どうやって使っていくのかっていうところで、まあ、私の運用方法を、ご紹介したいと思います。私はですね、Microsoft 365を、サブスクで契約しておりますんで、その中にあるね、ワンドライブっていう、ファイルをね、クラウド上で管理するソフト、そちらの方を、使用しています。まあ、基本的にね、こういった、まあ、これで1テラですよ。本当にね、私もこれ胸ポケットにスッと入ってしまうぐらいのね、大きさのもの、これに1テラっていう容量が入ってしまうっていう時代になってきてるんでね。で、まあ、そういったものを、まあ、小さければ小さくて利便性があっていいんですけど、さっとね、落としたりとか、まあ、これぐらいの薄さなんでね、どっかに入れてそのまま紛失しまったりとかね、そういった場合に、まあ、中に大事なデータが入っているとね、まあ、昨今のそのニュースの方でも皆さん、ご存知かと思いますけど、例えば、生徒の名簿が入った USB メモリーを紛失しまった、まあ、そういったようなね、ニュースを、まあ、ちょこちょこ、たまにね、聞くことがあります。まあ、そういったことにならないようにね、こういった携帯用の、メディアの方にはそういった重要なデータは残さないようにしています。まあ、クラウドに上げておけばね、まあ、今時スマートフォンとかでも十分拾ってくることできますし、まあ、必要な時にね、基本的には、クラウド上にデータをアップするようにして、こういったメディアには入れないように、しています。ただね、どうしてもその、まあ、行った先で、まあ、非常に大きいデータの場合とかね、
そういった場合は、まあ、やむを得ずね、こういった、まあ、メモリーであるとかね、この SSD に入れなきゃいけないっていう場合があると思うんですけど、そういった場合はですね、まあ、フリーソフトとかでもあるんですけど、暗号化 ZIP って言ってですね、まあ、ZIP 圧縮するんですけど、その時にパスワードをつけてですね、そのパスワードを入れないと回答できないっていうような、圧縮方法があるんで、そういったものを利用してね、まあ、直接そのファイルがダブルクリックで見れるような状態で入れるんではなくてですね、そういう一手間をかけることによってですね、ファイルをもし紛失してしまっても、まあ、最悪その拾った人が見ることができないような、状態にして、保存して持ち歩くことをお勧めしたいと思います。はい、今日の動画はいかがだったでしょうか。しかしすごい時代ですよね。こんなちっちゃいものに 1TB ですよ。私が勤めてる会社のサーバーでね、だいたい 2TB ぐらいの容量なんで、これ2個あったらね、会社の機密データから全部抜き取ることができちゃいます。まあしないですよ。まあまあそんなことはまあ冗談なんですけど、まあそのうちね、これのサイズで 2TB であるとかね、 4TB っていうようなものが出てきてですね、さらに USB4.0 とかね、まあ、これの4倍近い速度で読み書きができるような携帯の SSD が発売されるようなことになったらですね、だんだんそのデータの持ち運びっていうことに対して、まあ、法律であるとかね、そういった整備の方が必要になってくるんじゃないかなっていうふうに私は感じました。ただね、今回、バッファロー一番最初にね、言った地雷じゃないかっていう話なんですけど、これ本当にね、良かったですね。まあ、聞いてたよりもね、全然、その速度的にも速くて、で、特にトラブルもなくね、読み書きできてたんでね、まあ、これしばらく使ってみて、で、評価の方ね、またできたらいいなというふうに思いました。はい、まあ、これはね、間違いなくおすすめの一品だと思います。